皆さんこんにちは。ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。ゆっくりヨウムだにょん。サバロックチャンネルへようこそ。今回はグランツーリスモ7をお送りします。で、なんでライセンスで走ってんだ？どうやらバグがあったらしく、修正されたようなので試してるところです。タイヤが違ってたんだね。ウプ主のバグセンサーにも反応しなかったのか。ウプ主のセンサーは動的なものにしか反応しないようだね。旧式なんだろうね。老朽化問題が発生してるな。気づいていたとしても、試験だからか、で終わりそうだしね。滑るなーってしか思わなかったですね。まあ、ゴールド取れたら次、って繰り返してただけだしな。じゃあ、修正前のタイムがベストレコードってことなんだ。そうです。修正されたことによって、タイムがどれだけ変わるのかが気になったそうよ。それで、違いはあったのか？滑りませんね。それだけ？もっと具体的に説明しろ。修正前は、ハンドルとアクセル操作を細かくしないと思うように走れなかったのですが、修正後は大雑把でも良くなりました。なんで疑問系なんだにょん。説明も苦手だったか。まあまあ、修正後に走りやすくなったかは、タイムが物語ってくれるはずよ。確かにそうだにょん。ダートタイヤだからかなり速くなる？って試してるんだし、そこすらも疑問だったのかよ。でも、ダート用のタイヤなんだから速くなるはずなんだよね。それは間違いないんだろうが。間もなくゴールですが、結果はいかに？なんか、微妙ね。やっぱりな。前のままでも狙えたタイムなんじゃない？まだ一回ゴール。ケツカッチンなので次に行きたいと思います。まだやる気だったのか。改めまして、今回はチャンピオンシップのワールドツーリングカー600にエントリーしました。どうやらこのレースはポテンシャルポイントしか制限がなかったようで、開始早々ボタン連打したためカートでの出場となりました。なんでだよ。なんでカートに乗ってたんだにょん。どうやらサバカー作成途中だったようで、何も考えずに連打してしまったようです。棄権するのも面倒だったようで、そのままでの参加となりました。面倒って？カートでサバカー作ってたんだ。新井選手のリバリーで走った時のようにサバカーでのレースを目論んでいたようですが、制作途中とはいえお披露目してしまったためボツとなりました。あ、サバカーについては過去動画をご覧ください。この際カートでもいいんだが、全参戦見るわけじゃないんだろ。もちろんです。当然カットはしていきますが。カットはするんだね。最初にご承知いただきたいことがあります。なんだ？所詮、カートと侮るなかれ。別に侮ってはいないんだが。カートは100万クレジットで購入可能な上、少しのチューンアップでポテンシャルポイントが、なんと 581.73。1位だにょん。そんなにすごいとは。ただ、最高速度は 210km となっているため、ストレートが長いコースは置いていかれるので注意が必要です。その分コーナーとかで詰めれば勝てるってことだな。ブレーキングポイントが他車よりも深いので狙い目です。なるほど。安く、扱いやすく、勝てる。これはもはや一家に一台おすすめしたい商品だわ。おい、一家に一台とか言ってる間にスリップしてるぞ。え、まさか、勝てる宣言しておいて負けねえだろな。インチキって言われちゃうにょん。だ大丈夫だよきっと。勝てなかったな。やっぱり泥棒だったにょん。あと2戦残ってるから。まあ、総合ポイントでの勝利だから2位ならまだ圏内か。そっか。そうそう、諦めるにはまだ早いわよ。第2戦目次第ではあるがな。厳しい。とはいえ、本当にカートで勝てるならコスパいいよな。安いのは魅力的だにょん。でしょでしょ。第2戦目は前にも走った鈴鹿なんだけど、購入初日に WRX で散々走ってコースを覚えてるし、カートだとすっごく簡単に走れるから、ドリフトの練習しながらでも余裕でした。余裕のよっちゃんでしたね。結構な差がついてるにょん。なんてこったい。邪魔語なんて聞くのいつぶりかしら。練習しながらでこれならカートのポテンシャルの高さが伺えるな。優勝できそうだにょん。もちろんよ。それじゃあ第3戦目見てみましょうか。ここまでが2位と1位か。第3戦で全てが決まるにょん。カートを得たサバならきっと優勝してくれると信じましょう。WRC10 のサバカー界でも同じようなこと言ってたな。カートが愛車ってことなんだ。まだカートにしかリバリーしてないしな。マリサが不満そうだにょん。いや、せっかくいろいろな名車が収録されてるんだから、もうちょっと入る車を選ぶとかだな。でも、まだカートをサムネに使ってる先輩方は見かけてないからね。面白そうだからいいんじゃない？まあ、面白いかどうかは視聴者様に委ねるとして。でも、動画的に気になるってことかな？そんなところだ。気にしすぎだにょん。ウプ主が楽しいかじゃなくて、視聴者様が楽しいかは大事だろ。それは確かにそうね。なるほど。だろ？だからせめてはよだな。マリサの気持ちはよくわかったわ。
それなら、あれを出すしかないんじゃない？あれってあれか。あれってなんだろう。実は、グランドセントラルから招待状が届いててね。期限も切れちゃいそうだったから購入させていただいたのよ。そうだったんだ。高すぎて期限内に溜まるのか不安だったけど、頑張って稼いでもらってよかったわ。おい、ちょっと待て。3億以上のクレジットを消滅させておいて、私たち頑張ったでしょ、勘を出すんじゃない。え？だってマリサが、グランツーリスモ7はレイムに任せるから撮影頑張ってくれ。私は椎茸狩りに行ってくるんだぜ。で、出かけちゃったし。スリーミョン。お前ら、まずはヨウム、焼き椎茸食わせてやったよな。うまかったミョン。そうだろう。椎茸は春が旬だからな。あれが買ってきた椎茸だぞ。ごちそうさまでした。いいなぁ、私、食べてないんだけど。帰ってきた時、お前とオープン主は酔いつぶれてたんだよ。え、そうだっけ？証拠として撮影しといたミョン。これでも言い逃れするか？あ、これは違うのよマリサ。ウプ主が撮影も終わったから飲もうって無理やり。昔のドラマみたいな言い方やめろ。冤罪です。冗罪なんだよ。確かに任せて出かけはしたが、3億以上のクレジットがなくなってるとは思わないぞ。酔いつぶれた2人、消えた3億の行方やいかに。ダミョン、サスペンス風に言うのもやめような。まあ、相談しなかったのは悪いと思ってるから。それに、今回は買っておいてよかった感じもするし。確かに絵的にはちょうど良かったかもしれないが。でしょでしょ。クレジットはウプ主に徹夜で稼いでもらえばいいわけだし。今回はそういうことにしておくか。二人に任せたマリサも同罪だミョン。それならその日の椎茸を堪能したヨウムも同罪だな。ミョン、丸く収まったようで良かったわ。同罪。まあ、あとはウプ主が頑張るだけだから、この話は終わりにしましょうか。そうだな。椎茸もまだあるから後で食べるとするか。いただきます。椎茸は、春は旨味、秋香りって言ってな。年中美味しいんだが、春の椎茸は格別だぞ。楽しみだわ。確かにうまかったミョン。あと、春しめじもあるからバター炒めだな。ウプ主に作ってもらいましょう。あ、いつの間にか1位になってるミョン。これは勝てそうだな。優勝して視聴者様にカートの強さを知ってもらわないと。最後がストレートだけど抜かれるんぜ。ストレートじゃ勝てないからな。これだけ話してれば大丈夫でしょ。ゴール。やりました。お疲れ様。カートの強さを示せたわね。確かに勝てたし強いってことなんだろうな。すごいミョン。それでカートで稼ぐならどこがおすすめなんだ？ええ、じゃなくてカートをおすすめしたんだから、どこで稼ぐのがいいのか視聴者様に伝えるべきだろ。一家に一台おすすめしてたミョン。稼ぎに向いているかは不明でして。は？参加可能なレースはチャンピオンシップだとワールドツーリングカー600以降は参加可能。ワールドマップはワールドツーリングカー600のみで、賞金額はすべて400万。東京エクスプレスウェイに関してはストレートが長くおすすめできません。勝てそうな気もしますが無理してやることはないかと。見る限りじゃチャンピオンシップが一番いいかもな。そうだね。ご覧いただいてる通り、稼ぎには向いていないと思われますが、気楽に操作して稼げる程度に捉えていただければと思います。効率じゃなくて快楽ってことか。そうです。なるほど。当然普通の車両をチューンアップした方が早いので、時間効率は量よりも上がると思いますが、疲れた心に癒しをくれるカート、皆様にもぜひお試しいただきたく、ご紹介させてもらいました。テレビショッピングみたいだな。買うしかないミョン。まあ、走ってるの見てるとシュールだけどな。車の間を縫って走るのは、気持ちいいそうよ。じゃあ、そろそろあれの紹介をしていくとするか。そうだね。ねえねえ。どうした？招待状で購入できる車ってネタバレじゃないの？ミッションとかで隠されてるわけじゃないから、大丈夫な気もするけど。どうだろうな。じゃあ、念のためブラウザバックタイムを設けましょうか。それがいいミョン。このネット時代に必要かはわからんがな。それじゃあ、待機後に購入した車の紹介を開始します。では、購入した車を紹介させていただきます。いただいた招待状は、ランボルギーニ。そして、購入できたのはベネーの14。コースはイタリアのレイクマジョーレサとのフルコース。リプレイ映像をお届けしながら終わりたいと思います。あ、最後に一つだけ。なんだミョン。先ほど、マリサが3億以上と言っていましたが、おい、このベネーの14は、車体だけで3億6400万。そんなにしたんだ。チューンアップ含め、約3億9000万クレジット消費し、ほぼ4億じゃねえか。そして残金は約100万ほどに。足りてよかったね。私たちが退場をお送りしますので、少しの間ですがお楽しみください。
それでは今回はこの辺で。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。